こんにちは、井上です。えー、聞くだけで外国は上達するラジオその4ということで、通訳者、翻訳者のエッセイを読めということです。まあ本当、いつも思うんですけれど、じゃあ終わりですって言って終わってもいいなと思うんですけれど、まあもうちょいね、具体的にちょっとだけ話すと、あのまあ、ちなみにこれ何の真似してるのかっていうと、これ話したのかなあの、川沢ジオンさん、ちょっと名前わかんないんですけど、精神科医の方ですよね。 あの人があのアウトプット大全とかそういう本を書いてあってあのそういう本を書いた人なんですけれどその人が樺沢ジオンかなのカバチャンネルっていうのをやっててでそこであの聞いててなんかあの人すごい短いんですよねで3分ぐらいでカバチャンネルみたいなことをやってて、まあ、こういうのいいかもと思ってちょっとやってるんですね僕なんかどっちかっていうともっと昔のやつで長いやつのイメージが強かったから なんか長くしようかなと思ってたんですけれど、このさその樺沢オ音のカバサンニネルってやつはなんか短くていいなと思ったんで話してますで、内容なんかね、すごい当たり前のことしか話してなくて、あ、こんなもんでいいんだって逆に思ったんですよね。なんかだからなんだっけ、朝散歩が大切とか言って、その気分、気分を良くするために朝散歩が大切って、そんなんなんか知らんやついるのかなとか思いながら聞いてるんですけど、まあでもいいや、そう。でも、今回の話ですね、通訳者、翻訳者の本を読めってことなんですけれど、まあ、 なんていうのかなそのかそトイック・高読点者のエッセーを読めっていうのでもいいんですしまあなんかそれも作ろうかなと今思ったんですけど話しててまあでも要するに一言で言うとその外国語が上達したいんだったら上手い人の,あの言ってることとか考え方とかさらに言うと世界観に浸るっていうことが重要だっていうことですよねでやっぱり通訳者翻訳者の方っていうのは、まあ、ある意味そのなんていうのかやっぱりその。 ね、世界やっぱ語学の世界ではプラクティカルな学国語能力はトップだと思うんでそういう本を読んだ方がいいし、まあ、なんていうのかなそういうのを読まないで上達しようっていうこと自体が冷静に考えるとかなりありえないというか難しいというかそういう感じなんですけどなんか本当にそこの部分っていうのが分かってない人が多いなっていうのは結構多い思うんですねもちろんであのね。 こうそんなん読んでるより勉強しなきゃダメでしょって思う人もいるかもしれないけれど実際問題としてそのとんちんンな勉強する可能性が結構あるからやっぱりそのこれがある程度常識的なやり方なんだとかこれがいい感じのやり方なんだっていうことを一回仕入れておく必要があるってことですよね。まあ、僕が何て言うのかなそのいろいろな感じでちょっとねお世話になった人がいてまあ そんなな別にわ,ざわざいうこともないですねあのドイエイジさんって方がいて、まあ、僕は本出してて、まあ、もう僕はその人にだ会う前から本出してたんですけれどでもまあその人がねあのやっぱいろいろ習ったんですけど、えっと、その人になその人がよく言ってるのがその人生は仕入れで決まるって話をしてて、まあ、でも確かにそうかなって僕も思って。 やっぱりそのインプットが重要なんで,で、外国語学習もインプットが大切なんですけれど、あの、まあ、外国語の勉強法ってことに関しても、第二言語習得理論とかもそうだし、あとはこうやっぱ通訳の人とかが書いてる本を読んで、あの、なんていうのかな、その、一般的にこういうのがとりあえずいいやり方であるっていう方法を仕入れておくっていうのはやっぱ重要ですよね。もちろん時代が変わってるから、もっといいやり方とかあったりすると思うんですけれど、まあ、どれくらいやんなきゃいけないのかとか、そういう とところの指針としてね、あのまあ、どれくらいやらなきゃいけないかってこともそうだし、まあ、ある意えて見てて思うのは、まあ、でもこの人たちはやっぱなんか通訳って仕事が好きなんだなって話とかがいろいろあると思うんですね。まあ、やっぱり今ちょっとそういう時代が変化しやっぱインターネットが入ってきちゃったから値段っていうのがどんどん、ね、安くなっちゃってるんで、こういう形で仕事ができるかっていうと、また少し別だと思うんですよ。 なので、そこら辺はちょっとこう考える必要はあると思うけれど、まあ、やっぱりその通訳の人とかの話を読んで、まあ、こうやって勉強するんだなとか、こんだけキャれてやってんだなとか、外国の勉強っていうのにこんなに好きな人がいるんだなとか、そういうのが分かるといいんじゃないかなと思いましたと。ちなみに、このタマルさんって方は、僕はまあ、何冊か本出してると思うんですけど、この本しか読んだことないんですけれど、あの、なんていうのかな、まあ、僕はなんか取り上げるといつも同じ本になっちゃうんで、大体いいあれですよね、そのロシア語通訳の、なんだっけ、あの、 名前忘れちゃった。ヨレハラマリさんかなっていう人になっちゃうから、まあそこのたたまにはそこ以外の方も取り上げてみようかなと思いました。そんな感じです。ではでは失礼します。